シャーリー・マクレーンは、アメリカ合衆国出身の女優である。また自身の神秘体験を描いた著作を多数発表し、ニューエイジの騎手の一人としても知られた。バージニア州リッチモンド出身。俳優のオーレン・ベイティは弟、サチ・パーカーは娘。シャーリー・マクレーン、ライブ・ワット・ザ・パレス・シアター。1976年バレー学校で学び、16歳でブロードウェイに。 ダンサーとしてデビュー。映画デビューは1955年のアルフレッド・ヒッチコック作品、ハリーの災難。コケティッシュな魅力で人気を博した。1983年には愛と強くの日々でアカデミー主演女優賞を受賞。ベネツィア国際映画祭とベルリン国際映画祭でも、それぞれ2回女優賞を受賞している。ニューエイジの騎士としても注目された。 近代新地学の影響が濃い心霊治療科、江戸川シーの思想や、仏教思想をはじめとする、東洋文化、霊や、宇宙人と交信するというチャネリングなど、ニューエイジを構成する思想に傾倒し、広く紹介した。娘の名前は、小森和子によって、ブレッシド・チャイルドを意味する日本名、サチコにちなんで名付けた。1983年に刊行され、世界的なベストセラーとなった。 アウトオーガリムなどの辞書で、自身の対外離脱や神秘体系を語っている。江戸川ケイシーが唱えた輪廻転生説を支持し、自身の前哨はアトランティス大陸の人間で、3500年前のアトランティスの戦士であったラムサと兄弟であったという。ラムサはニューエイジのチャネラーである JZ ナイトが更新する例で、シャーリー・マクレーンはダンシング・イン・ザ・ライトでナイトを高く評価しており、 一時期支持していた。1959年、日本を襲った伊勢湾台風の際には、義援金をもとに、日本の福祉団体を通して、東海地区の小学校にピアノを寄付した逸話が残る。青い目の蝶々さんでは、日本の谷陽子と共演している、ハリーの災難大半の作品で、小原の子が務めている。ありがとうございます。